イドしたチャンネルへようこそ。このチャンネルは今では中学生や大学生など育成年代の指導に力を入れてらっしゃいます名古屋 FC の監督尾崎さんと一緒にサッカーの有識者にインタビューしていく番組となっております。ということで今日も引き続き、はい、カナさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあいきなり YouTube をやってもうなんかこうカナダさんとこう前回もお話しさせてもらったんですけどまだ緊張が解けないんですよね。いやいや先輩ですから。いやまあ確かにまあ日本って本当にいいですね。一個年上だけでも先輩に気に入ってもらえるしまあだけど接点も少なからずあったりして、はい、で同じ年代でカナさん足って速かったですよね。絶対にそうですね。はい、絶対にもう身長も体重も同じ感覚でもう全然レベルの差はこんな歴然としてるんだけどもやっぱ僕らのこう体型であったらこうドリブラーでスピードがあってっていうこの感覚でこうもうワンタッチツータッチでボールが抜けていっちゃうドリブラーのそういう感覚で今日のテーマがそんなようなテーマじゃなかったっけ。はい、今日のテーマは日常生活の中でできるドリブル上達法を元日本代表の天才ドリブラーに聞いてみた。そういうテーマらしいんですけど金田さん、日常生活の中でできるっていうのはどうですかね。イメージ的にたくさんの発想を抱いてそれを引き出しにたくさんしまっていくっていう作業っていうのはやっぱり世界中のサッカーを見るっていうことじゃないですかね、うん、まあ日常はね。でも僕らの日常昔棒石ころ蹴って家帰りませんでしたいやそれはなかったですけどなんかそれ僕小学生 のサッカー始めた時は石蹴ってましたもん。あ、そうなんですか。はい、これはみんなやってなかったですかね。通学の途中に石ころ見つけたらちょんと蹴って1メーター先でどこまで行ってもそのボールを石を家まで持ち帰るっていうそういうことやってそうですか。やってないんだ。ただね、やっぱり昔は例えば駐車場を使って今みたいにこうね整備されたフットサルコートがあるわけじゃないけれど、アスファルトなのか土の上なのかでゴールみたいなのをユニフォーム脱いであるいは帽子脱いで手袋を置いてゴールを作って3対、はい、あるいは学校で僕なんか中学校の時っていうのは広島であるがゆえに多少みんながサッカーの意識が高いしうまいので、はい、廊下で、うん、廊下にボールらしきものを置いて廊下のやってました、やってました。テニスボールじゃないけど定球あったでしょ柔らかい、はい、はいはいはい、あれをやっぱりサッカーボールの代わりに2対2で同じクラス目なるほど、で壁を使って壁にぶつかって、はいはいはい、みたいな勝手にルール今だったら全然叱られますよ。今できないと思うんですよ駐車場も今できないと思うんですよ。できないできない。だ僕らは本当さっきで石ころ蹴ったりでね、昔ボールをこうネットに入れてぶら下げてボール蹴りながら帰った記憶もありますしね、うん、はい、で今の話廊下でね板の廊下でね、そうですそうです、この軟式って言ったけども今で言うソフトテニスって言うんですよ。定球ですよ定球ねで年分かりますよ定球って言うと三角ベースの定球ですよ今はソフトテニスって言うんですよ。ああ、なるほど。だから、そういう意味では。蹴るのも、運ぶのも、はい、多少やっぱりちっちゃいがゆえに、どういうふうな足の部分のどこに当てたらちゃんとコントロールできるのかとか、はい、そうですね。考えてないですよ。考えてないですけど、はい、例えば引くときに足の裏、当然使うわけだけど、ボールの感覚で、普通の動きと違うので、はい、風船もいろんなボールを触ることによって養われる部分が多少あるのかなとか、うんうんうん、私ねちょっとこれ余談になりますけれどブラジルの映像が日本に届いてきてペレの映像ですよ、はい、もうちょっとペレの、ね、ボールを待つ姿があまりにもかっこいい自然体、はい、前回もありましたね。ペレがねグレープフルーツを、うん、頭でついたり、はい、桃でついたり、はい、映像がね、はい、中学校 1,2 年生の時にあったんですよ、見たんですよ、そう、はい、これびっくりして、はい、でその時に
グレープフルーツこっちないから、でも冷蔵庫をちょっと開けてみたら八作だったんで、八作、はい、その八作でね、うちちょっと出たところでこうついてみたり、頭でこうヘディングみたいなことをやっとったら、ちょうど買い物かけぶら下げてお袋が帰ってきて、あんた何しろなるほどね。でも分かる分かる、その発想、まさにサッカー構造ま、今でこそそのサッカーボールでこうリフティングのトレーニングじゃなくて、確かに公式テニスでリフティングしましょうとかって、でもリフティング専用のボールもあるらしいですからね、小さめのね、うん、だからやっぱり今はその合理的になってしまってますけども、本当に今日のテーマは生活の中にっていうけど、まあ我々は本当にサッカーが、さっきの一番最初にあったストリートサッカーに近かったですもんね。そうですね、ブラジルでいうストリートサッカーが、まあ我々のこう小中学生の年代には、あ、それが学校の廊下で行われたり、はい、ね、まあ外に校庭に出れば放課に皆さんあの野球らしきベースボールをやってたけども、やっぱボール蹴ってる子が少しずつ出始めた時ってもうストリートサッカーですもんね。そうですね、ね、うん、だから日常とそういうことになるんだろうなと思うんですよ。あの先輩がね、石を蹴ったとか僕らが定休で廊下で2対2をやったとか、駐車場で3対3やったとか、はい、そういうところが日常の中でできることと、当然ボール1個あれば別に場所いらなくてリフティングなんかできるわけだし、はい、打つこともできるし、足のね、関節を神経を刺激するっていうのはボール1個あって、自分が両足使ってコントロールすれば別にそのエリアは必要ないわけで、畳の上でできるわけで、うん、だから考えようによっては何でも多分できるんだと思うんですよね。で、僕はもしこれご覧になっている方がちょっと興味があるんであれば、ボールのないこの特にコロナの状況の中で自粛がね、あの強くなって外に出れないっていう状況の中で、名習会の、うん、あ、名習会、はいはい、名習会の会長をやらせてもらってるんですけど、名習会が発信しているボールを使わないでサッカー上手くなるトレーニングっていうことで、僕主にステップをちょっとね、何回か分けて、はい、名習会の方に見てもらったら分かると思うんですけど、そこでいろんな動きをちょっとやらせてもらってるんですよ、はい、こういう神経を足に備えてくれたら、こんな神経を刺激してくれたらサッカーにつながるんじゃなかろうかっていう部分を映像して出してるんで、うんうん、あのね、うちのスタッフがさっき言ってました、ここの、 あの名習会のそのかやさんのそういうドリブルに関するというかステップに関するそういう指導の動画がいっぱいありますよ、おいって、はいはいはい、僕もそれ聞いて早速、あの僕は今中学1年2年3年を僕のチーム240人いるんですよ、はいはいはい、で、まあ、大学生を中心にやってるけども、そういうのをちょっとこう盗まさせてもらって、はい、どうぞどうぞ。絶対にね、金田さんっていう体の作りがドリブルとかに向いてるんですよ、多分背もそんな高くないわけだから、もともと小股で走れるタイプの方だから横の動きもできるし、まあ、こんなこと僕は言ったらあかんですけども、そのそういう分析をしていくと、もう本当にドリブラーの、姿形と歩幅っていうふうに僕は思ってるんですよね。今の、久保建英さん君なんかはもう本当にそれをこう絵に描いたようなドリブルするんですよ、で横にも縦にも歩幅も小さいし、それをこう多分ね、小さい時からそのもう合理的にっていうかマニュアル的にトレーニングされてるますよね。その多分ね、ステップも相当トレーニングされてると思うんですよね。そうかもしれませんしね、その、はい、僕はそういうふうにもう全然知らないですけど勝手に想像してて、カレンさんはもう生まれつきのそういうその感性があって天才肌、天才が努力をしているタイプだ。やっぱりそういう部分では日本代表のトップトップに行かれる金田さんのような人たちはね、感性天性のものを持ってた人がそれまた磨きをかけるっていう、そうじゃないといけない、うん、まあそういう見方をすると
今カナダさんのこの僕らの年で、カナダさんの年でっていうと僕らの年でですね、その逆にそういう感性天性をこう持ってるのにもかかわらず、その伸びていかない、伸びていかないっていう、それをこううまく利用できないサッカー選手って5万といると思うんですけど、そういう子たちにそのさっきのステップを見させるっていうのはちょっとこっち置いといて、なんかこうアドバイス的なものないですかね。そうですね、だ結局ドリブル、サッカーの場合は止めること、蹴ること、運ぶこと、はい、運ぶっていうことがドリブルっていうふうに置き換えられますけど、はい、前も申し上げましたけれど、そうですね、ボールは置いてあるわけじゃなくて、ピッチ上では常にゲームの中でボールが動いているので、うんうん、動いているボールをどうやってどこに止めるのか、それは自分からどれぐらい離れて、あるいはどれぐらい近づいた状況にいるからこういうふうに止めるっていう、いろんな選択肢でファーストタッチでまずは相手の逆を取れるようなファーストタッチがあったがゆえにすぐ仕掛けられるっていう発想ですよね。ファーストタッチでここに置いたら、例えば右にも左にも行けます、右に行くフェイントもかけれる、左にもフェイントかけれる、何でもかんでもドリブルっていうのは前に行くもんじゃなくて、横に行きながら時間のためを作って周りのサポート、あるいは周りのオーバーラップを引き出すためのキープするドリブルなのか、全く数的不利な状況の中で自分がしっかりキープをして味方に落とす状況なのか、取られないドリブルなのか、キープなのか、突破なのか、うん、というようなことをピッチのどこでプレーをしているがゆえに、そのどこでやってるんだっていうことをきちっと頭の中で整理するっていうことは非常に大事になってくるだと思うので、まあ、そんなことをイメージしながら。なるほどね。僕は育成年代が長いってさっきも言ったんですけども、はい、その目に見えるこういうドリブル系がこう上手い人でも、僕はカレンさんなんかさっき言ったように、その受けるときに選手が相手の、まあ、いわゆる敵がどこにいてとか、どっちにこう体重移動したら抜きやすいとかってもう事前に見られてたり、情報収集してるじゃないですか、はいはい、でもドリブルを教え始めるとそっちに行っちゃって、その敵がいることがこう頭に入ってこない選手がいて、状況判断が悪くなったりして、そうすると視野の確保とかその準備の情報があまりにも少なすぎるところに差が出てきちゃって、コンドルブルやらせたらめっちゃうまいけど、生身の人間が寄ってこられるとどうしようもなくなるっていうのもいるんでですね、はいはい、そこにね我々のこう、まあ、教える側のテクニックっていうのがあって、やっぱ鶏が先か卵が先かになっていっちゃってですね、非常に難しいと。まあそうしたらこれからもカナさんのステップ見ろって言ってきますね。リズムを変えたり細かなステップだとか、うん、そこで要は中学校でも高校でも基本的には下半身の神経をたくさん刺激して、うん、伸ばしてもらってつなげてほしいんですよ、うんうんうん、だから見たまんまそういう動作が自分の体に置き換えた時にすぐさま足が反応する、ステップが、うんうんうん、確か真似できる、うん、そうと見たものを頭の中できちっと整理ができて、うん、体で表現できるっていうのは足の神経と頭の神経をうまいことやっぱり刺激してつないでおくっていう作業がすごく大事なんです、うんうんうん、だから僕は子供にももちろんそのステップを踏んでほしいけれど、特にボールを触ってる方の足、あるいは触ってない方の軸足ですね、はい、軸足をどういうふうに動かすかとか、どこに置くかで先手取れるっていう形を作れるので、はい、そこは考えながらやってほしいなっていう部分で、うん、ね、カナダさんのドリブルをこう確かにうーんって言って記憶を遡っていくとですね、はい、例えばこうボールを受けました、前を向いてドリブルを仕掛け始めました、右に向こうかな、右に抜こうかなと思って修正できるじゃないですか、カナダさん、はい、右に抜こうかなと思ったら右側にこう傾いてディフェンスがこう来ちゃった瞬間にその重心移動をまた左に戻せる
感覚の持ち主じゃないですか。そうやって抜いていくタイプなんですよ、金田さんは。だから相手のこう選手の裏をっていうか逆をすぐ取れる。さっき言ったように頭と思ったことがもうすぐ下半身の神経に伝達できて、これ天性だね、天性で情報収集もできてるから、これをね今のこう運動能力も含めたところで教えていくっていうのは本当難しいなって最近思うんですよね。そうですね、はい。だから僕らの時代っていうのはどっちかというとサッカーやる選手でこう少しずつ上手くなっていく選手って運動能力高かった子の方が多いんですけど、今運動能力の低い子もサッカーやれるっていうかやろうという時代になったんですね。かなり奥深く教えないと、はい、運動能力に勝るそういうテクニカルな部分というか神経のとことか、はい、だから本当今日のテーマにある日常の中でさっきかなさんが言われたヒントがあったんですけども、ここの中で何を考えてその動作に伝達するかっていうトレーニングをこうもう少しこうサッカーのピッチ以外のところのトレーニングも必要な時代になってきたのかなって最近つくづく思うんですけど、その辺はカラさんどう、まあ、ちっちゃい子っていうか小中学生なんか僕は多いからそう思うんですけども、大人でも結局ここをどう考えるかじゃないですか。正解はこれだっていうのはもちろんないと。ないです。僕らの年代含めて、うん、全国で35歳以上から65ぐらいまでの大人たちを対象にした大人サッカークリニックっていうのを今全国展開してる。ああ、そうなんだ。はいはい。で、いろんなところにここまでやってきて、やっぱり大人たちが今からでもサッカー上手くなりたい。あるいは高校とか中学校、大学でやってた人が、あの時もうちょっとやれてたらな、もっと自分を追い込んでサッカーやってたはずなのにっていう人が離れてる人多いんですよ。で、まさにそうになって、ちょっとお小遣いも使えると、はい、人たちがもう一回新しいシューズとパンツとユニフォーム着てですね、かっこいい、はい、追い込めなかった自分をもう一回取り戻したいみたいな人、実は全国にワンサがいて、そういう人たちを相手に実は大人サッカークリニックをやってるんですけど、そういう神経系統、頭と体の神経をつなぐために僕はヒントを皆さんに与えますという体で入っていくんだけれど、確かに、あの名手会のホームページで発信しているステップから入っていって、そのステップでボールをちゃんと扱ってください、フェイントを繋がります、足の裏使ってください、アウト使ってください、いろんなことをやるんですけれど、最初全然動かなかった頭も体もですね、はい、トレーニングの反復練習で考えることはこんなふうなことを考えてやってくださいってなると、3週間後1ヶ月後っていうのは全然40過ぎても50過ぎてもサッカーは上手くなれますっていうのを彼らみんなが日本全国で実践してくれてるわけですよ。ああ、なるほどね。大人がたくさんサッカー好きになる人、サッカー上手くなる人を全国で増やしていくっていうのは僕らの役目だと思ってるし、うん、こういう大人の人たちがその地域によってサッカーというツールでコミュニケーションを作ってもらう、あるいは大人の人たちがその地域の子どもたちに対してサッカーこんな風にカナダのおっさんに学んだよ、これ正しいかどうかわからんけどね、ルートだぞと、うん、人を下の世代の子どもたちに話してくれる地域のかっこいいおっさんがいてくれたらいいなっていうのも僕らのちっちゃい頃はそうだったから、そうですね、そういう環境をね増やしていけたらなと思って、大人の人に上手くなってほしい、好きになって、これはねまさにそう、今の話でいくと50、60でも上手くなるっていうのは、僕は50、60っていろんな意味で衰えていくじゃないですか、はいはい、僕らも含めて。でその人が上手くなるっていうことはやっぱりなんかこう妙があるんですね。でその本当にこれから大人になっていくとか、小学校の 1,2 年生とか、まあいわゆる小学校の低学年と50、60ってなんとなく似てるんですよ、はい、だからその理屈を僕昨日も小学校の2年生と3年生を僕ちょっとこう教えてるんですよ、はいはい、でそうするともう全くサッカー教師に近いんですけども、サッカーにならない子たちが多いですね、はいはい、女の子もいますから、はい、そうすると今の理屈をちょっとその小学校の子たちに試すこともできますんで、そうですね、僕もどっかで参加するように、うん、ということで、はい、ね、ありがとうございます。
さんからは日常生活の中でできるドリブル上達法を日本元日本代表の天才ドリブラーに聞いてみたんです。はい、動画で、はい、もう本当に尾崎にとっては記念すべく一日になりましたので、はい、もう金田さんとお話できただけでも本当に嬉しいんで、はい、はい、また機会があればまたぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。